こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はパンはどこで買う？ロサンゼルスの今というお話です。現在ロサンゼルスではコロナウイルスの警戒レベルが緩和される見通しです。今日はねアメリカのパンについてお伝えをしたいと思います。今ねご覧になったところいつも通っているアージェントケアの場所ですが、やはりね、PCR 検査を受けている人はほとんどいないようです。本当に緩和されたのかなとちょっと思うんですけれどもね、そういった警戒レベルが緩和されるということはいいことなので、今後もっとこういい状況になることを期待したいと思います。それではね、今日は、ロサンゼルスというカリフォルニア全体のね、データについてちょっと紹介していきたいと思います。今ね見ているデータとんでもない数なので、いつも言うようにちょっとご紹介したくないような数字がカリフォルニアで起きています。それからね、確かにぐっと上がってるんですけれども、少しずつね下がっているんではないかという図がねここに出ていると思います。ただね、ポジティブのケースが下がっているので、死亡者数はねちょっとまだ上がっているというなんか不思議な感じですね。それから残念なことに我々がいる南カリフォルニアが、一番悪いようですね。本当に残念ですね。そしてね、悪い場所がどこかというと、このサンバルディーノですか、それからリバーサイドというこの隣のね群がどうも悪そうです。色もね集中してますのでね、あまりいいところにはいないということになっちゃいました。それからね患者の数も少しずつ下がっているようです。それから ICU の数も少し空いてきたので、今回緩和されるということになったのではないかなと思います。次はね、これワクチンですよね。どんどん接種して上がっています。これはいいですよね。それからね、テストする人が少しずつ下がっているような気はしますし、陽性者もね、テストした人の数に対して下がっているというような形になってますね。それからね、これは年齢ですけど、これは大体いつもと同じですね。そこは人種ではね、ラテン系の人がなんか多いという、これもあんまり変わってないような気もしています。もちろんね、死亡者数も同じような値をしているということですね。それからね、なかなかね、厳しいデータで言いづらいんですが、少しはね、良くなっていただきたいということなんですが、なんかね、数字がね、操作があるような気がしてならないんですが、気のせいでしょうかね。はい。それではね、今日の本題です。パンはどこで買うのということなんです。で、いつも言っている、私もコストコでパンを買おう時もあるんですが、実はですね、アメリカのパンって結構塩分が多いんですね。すごいのになるとね 17% とかあって、もうこの年になるとね塩分高いのも本当ダメなもんですから、今はですね 10% 以下でもどうしようという感じなんですよ。で、我が家の場合は自分で作るということをね選んでいます。もちろん自分で作ればねそれは買った方が全然いいんですけれども、塩分の少ないパンというのを作ることができるので、私はねちょっと時間をかけても、高齢者ですが時間いっぱいありますのでね、とにかく作ろうということで、ここで材料を仕入れています。イーストもねすごい量で買えますし、それからね、ここですね、砂糖もこんな大きいですし、でこれがいつもね、買っているホテルブレッドですね、フラワーを買っています。これ25パウンドで、6ドルという非常にお安いので、もちろんね買うよりは
全然安いですが、手間はめちゃくちゃかかっています。で、まあ、材料は非常に簡単、もうあの今の粉と砂糖、塩、それからイースト、ドライイーストですね、それに水と、まあ、たったこれだけですよね。でお好みに合わせて、まあ、バターとか入れたりはしますけれども、あんまり入れるとねカロリー高いものになっちゃうので、少しだけ入れています。でミキサーで、まあいい感じになるまでぐりぐりとやります。そしてですね、ここがね一次発酵になります。今ねこれ早回しで見ておりますが、だいたいね3時間ぐらい放っておくと、まあ、ガーッと膨れてきます。ほんとねイーストってすごいですよね。まあ生イーストじゃなくてドライイーストですけれどもね、もうお水とこれと合わせてとにかくミキサーでググッとやってほっとくだけで一次発酵がねこれだけずっと膨れてくるというね、まあ、非常にねここカリフォルニア暖かいとこですから発酵にはね向いていますね。だいたいこんな感じになりまして、これを、切っていくんですね。さて、この大きさを16等分の1にしてですね、まあ、16個の小さいパンを作っていきます。粉をつけながら、スケッパーで16等分までして、それをですね一個一個綿棒で伸ばしまして、そして、手でねくるくるっと巻いて、それを16回繰り返します。まあね結構手間はかかるんですけどね、まあでも物を作ってると面白いもんですから、ちょっとね週1回息抜きで、パンを作っております。まあこのパンをその焼く台というかですね、それはねフランスパン用の、これは何で作られてるのかな、ちょっと黒い素材で作られてるんですが、その上にね置いて焼いています。それで、これが二次発酵がちょうど終わったところですね。まあ大体いい感じですから、今度はですねこのオーブンをですね、380度、これはね摂氏じゃなくて華氏ですけれども、それに予熱して、焼くという形になります。まあね予熱するためにこれ一旦ずっと出しますけどね、そして、出来上がったのが16個の、パンです。お塩はね非常に控えめにしてるんで、とても今売っているのよりは全然減塩になっています。全く添加物なしというね、まあ添加物ないですからね、これ1週間で全部食べないとカビ生えたりしちゃいますんで、まあ我々はねこれでだいたい1週間持たせております。そんなねパン作りのご紹介でした。ではまた。ディナー&ティム、アメリカ暮らしでした。